読売ジャイアンツ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発柳が坊ちゃん、西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかというのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。いいところへ決めてきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。ボールになります。変化球を持ってきましたが、わずかに外れました。外は入っています。ツーボールツーストライクです。外外れてボール。フルカウントです。空振り三振。ワンアウトです。バッターは2番に入っている坂口。柳、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上柳、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。高めの変化球で空振りを取ります。あっという間に2ストライクです。高め外れてボール。低め外れました。真ん中打ちました。バッターボックス用。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。見送っています。ボール先行です。3球目は何で来るか。インコース決めてきた。低めの変化球です。5球目は何で来るか。コーナーをつきます。3ボール2ストライク。際どいが、あっとフォアボールです。2アウトから先バッターボックスには代打のバレンティン。小宮山さん、ここは粘りの投球を見せてほしいですよね。そうですね、ここで点をやるわけにはいきませんからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球ストライク。ストライクを取ってこれで追い込んだ。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。はい、そうですよね。この球は外れています。インコース外れています。これでフルカウント。もうここは逃げずに勝負球で行った方がいいですよね。そうですよね。見逃し三振。アウトコースで丁寧なピッチングで三振です。そうですね、いいコースに行きましたね。はい、怖いバッターです。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。吉田が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。ファウルになります。ここは高めのボール、誘ってきましたが手を出しません。これが3球目。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。バッターは2番に入っている亀井ジョンソン。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何で来るか。最初は変化球できました。この球は外れています。ボール先行です。さあ、3球目は何か。
レート、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。低めへの変化球は決まりません。スリーボールツーストライクです。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ワンアウトから先制のランナーを出す。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。バッターは DH 森。ツーアウトになっています。インコーストライク。スピードボールを持っています。低めの球が内に決まります。ノーボールツーストライクです。インサイド落ちました。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃。バッターボックスには指名打者の近藤。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の久保。大きな変化球持ってきました。得意のボールでストライクを取りました。ボールになります。インハイ際どいコース。次が4球目。スライダーが決まります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。ファウルです。次もスライダーを続けてもいいかもしれませんね。なるほど。さあ何を選択してくるか。変化球空振り。まず一つアウトを取りました。6番バッター岡本。ワンアウトランナーありません。初球これは大きな変化球。スライダーを投げてきました。ノーボールツーストライク。次が3球目。惜しいですね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。見逃して三振になります。バッターは7番に入っている外。ツーアウトランナーありません。最初は空振りになりました。高めの変化球は決まりません。素晴らしいコントロールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ワンボールツーストライク。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。2回の裏ジャイアンツの攻撃。バッターは5番浅村。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。いい当たり。さあバッターボックスは6番中村。ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナー動きませんね。ランナー動いてきませんね。変化球打った。さあそして打席には相澤が入っています。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあ二塁ランナー帰ればサヨナラという場面。ランナーの足ならヒットになれば十分サヨナラはあるでしょうね。なるほど、そうですよね。さあここでジャイアンツダイソーを送ります。帰ればサヨナラ。金子がセカンドランナーに入ります。二塁牽制。最初は変化球できました。次が2球目。変化球を織り交ぜて打たせていこうという投球でしょうか。さあどうだ。
牽制。変化球打った。さあ、そしてバッターボックスには山本が入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ今度こそここで決めたいですね。なるほど、そうですね。変化球打った。さあ、そして打席には源田が入っています。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ決めればさよならですからね。もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですよね。インコース低め、ストライク。152キロ、ストライク。ワンボールツーストライクです。インサイド打った。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。3回の表ジャイアンツの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは源田。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。まず何を投げてくるか。まずはアウトコース。ちょっと浮きましたけど、入りのボールとしてはいいですね。はい、まあ、引っ掛けさせようというボールですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。このピンチ、見事三振を奪いました。ここで三振。ここはゲッツーを取るようなピッチングになりそうですね。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。内へ曲げてきました。さあ、勝負してくるのか。空振り三振。ここは投げ勝ちました。ツーアウトになっています。さあ、そしてバッターボックスには糸井が入ります。嫌なバッターに回ってきましたね。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。踏ん張りどころですからね。ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。3球目は何で来るか。このピンチ、空振り三振に切って取りました。ピンチをしのぎました。3回の裏に入ります。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。さあ、打順はトップに帰って吉田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。さあ、ここでジャイアンツダイソーを送ります。帰ればさよなら。大城がセカンドランナーに入ります。牽制。低め、これは外れた。打ち上げた。変化球打っていった。ホームイン、決めた。吉田、サヨナラのタイムリー。なんという劇的な幕切れ。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。ジャイアンツがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。